働く飯はうまいみたいなことで、働いてない人が良くないみたいなことを言う人いるんですけど、あの、働かないで飯食えるんだったら、働かない方が全然楽ですよ。あの、結局誰かが働くと、その分仕事の枠が一個減るんですよね。 で、あの、今の日本って、その高齢者でも2000万円足りないとかで、なんかあの、高齢者の人働かせようとするんですけど、そこで高齢者の人が働くと、若い人の働き口が1個減るんですよ。で、高齢者で年金もらってる人が働いちゃうと、年金もらってるから別に時給300円でも働きますとかになっちゃうと、 まあ、その、時給300円で荒くなら、じゃあこれしか雇いますになるんですけど、そうすると、その、若い人で一人暮らしをしたいので働かなきゃいけない人って、時給300円の仕事ってできないじゃないですか。っていうのがって、どんどん仕事が減っていっちゃうので、もし余裕があるんだったら、もう働かない方が社会のためだと思います。なので、あの、僕、その、毎日8時ぐらいに、その、なんかあの、 あの、まあ、あの、エッセンシャルワーカーと言われるお医者さんだったりとか、そのなんか郵便屋さんとか、そのなんか現場仕事の人に感謝をしましょうみたいなのをツイートで書くようにしてるんですけど、で、その中にあの、えっと、一応自宅警備員入れてるんですよ。 で、それの理由としては、あの、自宅警備をわざとしてる人って、その仕事をしないっていうことによって、社会に出ないことで、その、社会あの、コロナのその人の流れが多い、人流が多いとコロナ広まるよねってあるので、なので、外に出ないっていうことだけでも今意味があるし、で、さらにその人の職業を圧迫しないですよね。まあそのすげえ優秀な人で自宅警備員じゃなくて働いちゃいますってなると、その人が人の仕事を一つ奪うことになるじゃないですか。 っていうことなのでそそののの失業者を1人増やすすことにななんですよなのでよ働かないってことは失業者をその1人増やさなかったってことになるしまあ今の時代は働かないでいいんかったら働かない方がいいよねっていう時代なのでなのであの働かないで美味しいご飯を食べてくださいって話です。 で、別にあの、ニートの人とか、子供部屋アさんとか、供ロンビさんとか、の、基本的にはその、働いてない方々ばっかりが今2万7千人とか見てると思うんですけど、まあ別に無能な人が働こうとしても、あの、足引っ張って邪魔になるんで、邪魔になるぐらいだったら、あの、家でダラダラしながらご飯食べるといいんじゃないかなと思います。はい。